チェックには、セリン、スレオ人気ナーゼ CHK2 をコードする癌、抑制遺伝子である。CHK2 は、DNA 損傷に応答した、DNA 修復、細胞周期の停止やアポトーシスに関与している。チェックに遺伝子の変異は、様々な癌と関係している。チェックに遺伝子は22番染色体の長腕12.1に位置しており、 2868万7742万円期待から2874万1904万円期待に渡っている。チェックに遺伝子にコードされる CHK2 タンパク質はセリン、スレオニンキナーゼである。タンパク質は543アミノ酸からなり、次のドメインから構成される。SCD ドメインは複数の SQ。 TQ モチーフを含んでおり DNA 損傷に応答したリン酸化部位として機能する。中でも最も注目すべき高頻度リン酸化部位は THR68 である。CHK には不活性状態では単量体であるようである。しかし DNA 損傷によって SCD がリン酸化されると CHK の二量体化が引き起こされる。 SCD に位置するリン酸化 THR68 が FHA ドメインと相互作用することで二両体が形成される。タンパク質の二両体化後、自己リン酸化によって KD が活性化される。一旦 KD が活性化されると CHK2 に二両体は乖離する。CHK2 は癌抑制因子として機能する。CHK2 は細胞分裂を調節し、 早すぎる細胞分裂や無制御な分裂を防ぐ能力を持つ。DNA に日本差切断が起こると CHK2 が活性化される。具体的には DNA 損傷によって活性化されるイ3軽関電気ナーゼファミリーのタンパク質 ATM が CHK2 の THR68 をリン酸化し活性化する。CHK2 は活性化されると CDC25 ホスファターゼを含む下流の標的をリン酸化する。CDC25 はサイクリニゾン依存性キナーゼを脱リン酸化して活性化する。そのため CHK2 による CDC25 の阻害は細胞があり糸分裂に入るのを防ぐ。さらに CHK2 タンパク質は P53 を含む他のいくつかのタンパク質とも相互作用する。 CHK2 による P53 の安定化は細胞周期の G1 期での停止を引き起こす。CHK2 は細胞周期関連転写因子 E2 回維持やアポトーシスに関与する PML をリン酸化することが知られている。CHK2 タンパク質は DNA 損傷チェックポイントにおいて重要な役割を果たしている。そのためチェックに遺伝子の変異は 様々な癌の原因として認識されている。1999年、チェック2の遺伝的変異が、癌に対する遺伝的感受性と対応していることが発見された。ベルラは、リフラウメに症候群の4家族とリフラウメにサマ症候群の18家族で、チェック2の3つの生殖系列変異を発見した。この発見以降、3つの変異のうち2つは、乳癌や、 他のがんに対する遺伝的感受性とも関連付けられた。しかし、LFS と LFL の患者のスクリーニングにより、チェックに遺伝子の個々のミスセンス変異は、ほとんど見られないか、極めて稀であることが明らかにされた。さらに、エクソン10の血質も LFS と LFL では稀で、あることが判明した。これらの研究からの証拠は、 チェック2割りフラウメに症候群の素因となる遺伝子ではないことを示唆している。チェック2遺伝子の遺伝的変異は乳がんの特定の症例と関連付けられている。最も特筆すべきなのはエクソン10の100番ヌクレオチドの一塩基、血質である。この変異によってキナーゼドメインが切り詰められた機能を持たない c h k にタンパク質が産生される。正常な CHK2 タンパク質の喪失によって、細胞分裂の調節以上、DNA 損傷の蓄積が生じ、多くの場合腫瘍形成が引き起こされる。チェック2100デルクヘニーは、東欧、北欧系で最も多く見られ、これらの集団内では100人から200人に1人の割合で見られる。しかし、北米ではその頻度は333人から500人に1人程度にまで低下する。 スペインやインドではほぼ見られない。チェック2100デルク変異は、乳がんのリスクを2倍、男性では10倍増加させることが研究で示されている。FHA ドメインのエクソン3の i157t 変異も乳がんと関連付けられているが、1100デルク変異よりもリスクは低い。アメリカ合衆国では乳がんの約1.2%が、 この変異を原因とするものであると推計されている。さらに2つの遺伝的変異、キナーゼドメインのエクソン11の S428 回変異と、N 末端領域エクソン1の P85 リットル変異も、アシュケナジムの集団で発見されている。ヒスパニック集団におけるチェック2変異は創始者効果の存在が示唆されている。チェック2の変異は、 癌の遺伝的症例と非遺伝的症例の双方で見られる。前立腺癌、肺癌、大腸癌、腎臓癌、甲状腺癌の症例とチェック2の変異が研究によって関連づけられている。関連は特定種の脳腫瘍や骨肉腫でも指摘されている。ブリカ1やブリカ2の変異とは異なり、チェック2の変異は卵巣癌のリスクの増加は引き起こさないようである。 マウスの乱母細胞の成熟と初期肺発生の過程においてチェックには細胞周期の進行と防水体の組み立てを調節している。チェックには主に日本左折団に応答する ATM キナーゼの下流のエフェクターであるが主に一本左折団に応答する ATR キナーゼによっても活性化される。マウスではチェックにはメスの減数分裂において DNA 損傷の監視に必要不可欠である。DNA 日本左折断に対する乱母細胞の応答は ATR キナーゼのシグナルがチェックにをそしてその後 P53 と P63 を活性化するという階層的経路からなる。症状バエドロサーフィラでは生殖系列細胞に対する放射線処理は日本左折断を引き起こし、細胞周期の停止と、 アポトーシスが引き起こされる。症状場へのチェック2のオルソログである MNK と P53 のオルソログ DP53 は乱母細胞の選別と原数分裂による組み換えが起こる卵形成初期に見られる細胞子の多くに必要である。チェック2は次に挙げる因子と相互作用することが示されている。ありがとうございます。